株式会社新潟日報社は、新潟県新潟市中央区万代に本社を置く、新潟県の地方市、新潟日報を発行する新聞社である。1942年に合併によって設立、日刊新聞、新潟日報の発行のほか、2002年にフリーペーパー、アスハを創刊するなどし、現在に至っている。また、新潟の若い力を応援する、サイトをテーマにした、 SNS、アメカゴドットネットを運営していた。47ニュース、47クラブの参加者でもある。また、この他の主な事業活動として、生涯学習講座、新潟日報カルチャースクールや会員向けの講演会を定期的に行う、日報整形懇話会を取材するほか、加盟店舗への優待を行う、ハミングクラブなどがある。 2012年の創刊70周年記念事業の一環で中央区万代三丁目地内で建設を進めていた新社屋新潟日報メディアシップが2013年1月末に竣工し2月4日の竣工式をもって本社陶器を同地へ移転したメディアシップは北前船の方をモチーフにした地上20階建て 全高104メートルの複合施設で、同年4月12日には交流施設や、テナントフロアなどの一般向けスペースを含め、グランドオープンを果たした。なお、旧本社は黒崎本社に改称し、引き続き印刷拠点として機能している。柴田、五泉、村上、津川、佐渡、六日町、十日町、小路屋、柏崎、三つ小出、糸井川、 呂光産経新聞を除く日本の主要全国紙の内全県、または県内一部地域向けの印刷を当社の印刷センターが受託している。主要全国紙については、読売新聞については2010年9月30日から、朝日新聞については2011年5月31日から、毎日新聞については2012年2月29日からの受託印刷を開始し、朝日、 毎日については共同輸送も実施している。また、日本経済新聞の印刷も受託している。このほか、新宗教団体の総価学会より、同学会の機関誌である、政教新聞の印刷を受託しているほか、同学会を母体として結成された、公明党の機関誌である、公明新聞の印刷を受託している。新潟日報カルチャースクール事構制募集中。 新潟日報社日報整形混和会入会のご案内新潟日報社、ハミングクラブ新潟日報社、週刊文春二千二点九十九号、週刊現代二千五点一一二十八号、ウィル二千六点六月号、サピオ二千七点一一十四号等、政教新聞社、印刷拠点新潟市内において、新聞用多色スリオフセット臨天気を保有するのは、 新潟日報社のみ、ハット AB、新潟日報社リクルートサイト、株式会社新潟日報社、2018年8月11日閲覧、ありがとうございます。